The Epic Story of Yehuda Ben-Hur, a prince, falsely accused of treason by his adopted brother, an officer in the Roman army. After years at sea, Yehuda returns his homeland to seek revenge, but finds redemption. This is the story of Yehuda Ben-Hur, or A Tale of the Christ, by Lew Wallace.The Epic Story of
Yuda Ben-Hur, a prince, falsely accused of treason by his adopted brother, an officer in the Roman army. After years at sea, Yuda returns his homeland to seek revenge, but finds redemption. This is the story of Yuda Ben-Hur, or A Tale of the Christ, by Lou Wallace.I, Hiroshi Hayashi, just wonder who created this story. Was the story really created by an author whose name is Lou Wallace? 1959年制作の映画「ベンハー」です。この映画は、リュー・ウォレスという作家によって書かれた小説をもとにして作られたものです。副題にもありますように、表向きはベンハーという主人公をもとにストーリーは展開しますが、その中身はイエス・キリストの映画です。副題には A Tale of the Christ とあります。で、この物語は誰によって書かれたかという謎です。今日はその謎について考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。実はこの映画には大変大きな謎が隠されています。1959年制作のベンハーです。そして今年2016年、そのリメイク版が発表されます。日本公開は2017年だそうです。これがその映画です。で、この映画の主人公は言うまでもなくベンハーです。右が2016年公開版のベンハーです。そしてエスターです。エスターです。そしてベン・ハーですね。エスターです。で、このエスターが誰であるかということは言うまでもなく、イシター、あるいはイースター。イシターのヘブライ名はマリアです。そして、イエスはシャマーシュです。で、これらの名前をですね、ユダヤ・ゲマトリアで計算しますと、その数字は288。288。イシターも288です。ただシャーマッシュだけは228になります。このように数字が一致するということは、まあ天文学的な確率でもあり得ないことだと私、林浩司は判断しています。ヘブライ語のゲマトリア、いわゆるまあ非数学によればですね、同じ数字になるということです。ゲマトリア非数学について簡単に説明しておきます。わかりやすく言えば暗号ということになります。ゲマトリアはヘブライ語及びヘブライ文字の数秘術であり、聖書の言葉に隠された意味を読み解く神秘主義思想カバラの一部をなす。ヘブライ文字は音化だけではなく数化も対応している。つまりヘブライ語の単語を構成する各文字を数字に置き換える。各数字を足す。数字が等しい単語は同じ性質を持つとみなす。と。例えば、イングリッシュ・ゲマトリアによればですね、77というのは Christ、キリストを意味します。まあ、キリストを
ゲマトリアで表しますと、77になるということです。そして、号令は、ビブリカル、つまり、聖書のという意味です。そして、27は、ケイン、つまり、旧約聖書のカインを表します。で、これらの言葉を並べてみますと、キリストは聖書のカインであるというふうに読めます。もう一度読んでみます。Christ is biblical Cain となります。で、この77、50、27という数字が、ミケランジェロという操り画家が書いたとされているカッシナの戦いの中に、隠し文字の形で仕込まれていました。by 林博士発見です。775027です。注意深くご覧ください。一文字です。カッシナの戦いの中には、このような数字が隠し込まれていました。つまり、77 Christ、50 Biblical、そして27はカインとなります。英語ではケインと読みます。つまり、キリストは聖書のカインであると読み取れます。つまり、このような形で、1500年後のイエスはミケランジェロという画家を通して私たちに暗号、つまりメッセージを残したということになります。もう一度確認してください。これはイングリッシュゲマトリアによるものです。確認しておきます。ヘブライ語のゲマトリアによれば、ベンハーのハーは288です。そして、イシュターのゲマトリアは288です。そして、エスターのゲマトリアは288です。ついでに、シャマーシュは228です。このように数字が一致するということです。もう一度、冒頭でお見せしました表をご覧になってください。1959年度版のベンハーです。そして、今年2016年、映画化第4作目が発表されます。ベンハーです。そして、ベンハーですね。右が2016年度版ということになります。そして、相手役がエスターです。エスターイコール、イシュターイコール、イースターということになります。エスターというのは、音からもわかりますように、イシュターの別名です。そして、イシュター、イナンナ・イシュターですね。ヘブライ名はマリアです。そして、シャマーシュです。ヘリオスとギリシャ神話では呼ばれていました。で、その、ジューイッシュ・ゲマトリア、ユダヤ・ゲマトリアによればですね、ハーは288、エスターは288、イシュターも288、シャマーシュは228です。これを偶然というかということなんですね。となりますと、リュー・ウォレスは、このジューイッシュ・ゲマトリアを知っていて、この映画を作ったということになりますが、イシュターイコールマリアであったということを、どうして知れたかということにもなります。シャマーシュイコールジーザス・クライスト説は、私、林博士が発見したことです。そして、ベンハーという映画になりました。私は、ひょっとしたら、ひょっとして、その上に、イナンナ・イシュターがいるのではないかと考えています。あくまでも仮説です。がしかし、この偶然を見るとですね、
まあ偶然と言いますか、偶然とは言えないレベルの話ということになるのではないでしょうか。そしてその上に石田稲奈がいると聞いても私は驚きません、というのがベンハーという映画に、あるいは小説に隠された大きな大きな謎ということになります。 Thank you very much for watching and bye.